り行け年頃研究室。そんなに震えてどうした？怖い。お化けでも見えてんの？来週の試合を考えると緊張して。ああ、試合来週か。勝てるかな？大丈夫、気合でなんとかなるよ。そうかな？気合で解決しませんよ。先生、緊張をコントロールする方法もちゃんとあるんです。本当ですか？そう、きちんとやり方を身につければ試合でも実力が出せるはず。教えてください。実力発揮メンタルトレーニング講座。まず緊張することは悪いことではないんです。え？全く緊張せずにぼーっとするのも逆によくはない。適度な緊張感がいいんです。過去の試合や部活を思い出して自分がどんな時に緊張するのか確かめてみましょう。緊張したけど結果が良かった時はありましたか？あったかも。そう、それがいい緊張の時、覚えておくこと。いつ緊張するかを振り返ると自分が緊張している時がわかるはず。そしたら深呼吸。深呼吸。お腹を膨らませるように鼻から息を吸って4つ数える。すー。息を止めて2つ数えて4つ数えながら吐く。はー。横隔膜を動かすのがポイント。これでかなり落ち着きます。それから緊張した時に困らないようにいつも同じことをするというのも大事です。つまりルーティーン。あ、知ってる。いつもと同じ動きをすることで余計なことを考えないという状態を作るのがポイント。同じものを見るとか同じことを言うとか。グローブ見てリラックスとか。いいですね。ちょっとしたことでいいから普段の部活から取り入れてみましょう。なんかできる気がしてきた。リラックス。ゲームセット。勝った。今日の球良かったよ。いい緊張感でいけたからな。うん、僕も落ち着いて試合できた。これでもう無敵だ。次の試合はいつだ。メンタルって偉大。詳しいメンタルコントロール法はウェブでチェック。